はい、お待たせをいたしました、再びビッグバンドプロジェクト DDT の皆さんです。しました曲は、SHO イントロという曲でした。はい、それではですね、時間も時間なので、次の曲早速参りたいと思いますけども、はい、2曲目はですね、今度はマンボウの曲、お届けしたいと思います。マンボウイン、お届けしたいと思います。よろしいでしょうか。いいですか。はい、それでは参りたいと思います。お願いします。
しました。ソリスト紹介いたします。オントロンボーン笠井優太、そしてオンベース笠井愛子、はい、そんな感じで、目音リレーで、お届けいたしました。はい、実は、この2人ですね、先月、入籍いたしまして、来月からしてもらっております。おめでとうございます。ありがとうございますって僕じゃないですね。はい、いや僕はおめでたいことないんですいません。はい、次ですね。あ、今まで、2曲ですね、結構にぎやかな曲を、やってきたんですけれども、3曲目は、ガラッと雰囲気を変えまして、とあるジャズの有名な曲を、ボサノバに、アレンジした曲を1曲、お届けしたいと思います。3曲目は、スペシャルゲストの方に、加わっていただきたいと思います。昨日京都、マダラオジャズで、総合司会やっていただいております、舞月シエナさん、舞月シエナさんに、歌っていただきます。はい、舞月さんお願いします。スギちゃんではありませんけど始めたいと思います。早速ワイルドだろうみたいな感じでお願いします。ムーンライトセレナーでお送りします。
はい、時が経つのは大変早いものでして、なんと、次の曲が最後になってしまいますが、最後の曲に行く前にすいません、ライブの、ご案内、2点ほどさせていただきたいと思います。はい、まず来月、9月の24日の、土曜日、夜ですね、18時頃ですかね、新宿の、サムデーというライブハウスがあるんですけれども、そちらの方で、ドイツの、オストナーギムナジムビッグバンド、という、ドイツ のトップレベルの、学生ビッグバンドが、来日されましてツアーみたいな形でやってるんですが、その中で、我々 DDT と、一緒に、ジョイントライブをさせていただくことになりまして、なおかつ、スペシャルゲストにすごい方が来るんですね。トロンボーンの、ニルス・ラングレンさん、バトメセミーなどともたびたび共演していて、世界的に非常に有名な方なんですけども、この方がなんと、我々と一緒にやっていただけるということで、我々も非常に楽しみにしております。特にドローボーンの方にはね、本当におすすめのライブになります。もしというか、おそらくこの中にいらっしゃる方、関東の方から来られている方も結構いるんじゃないかと思うんですけども、関東の方はもちろんのこと、あと長野とか新潟にお住まいの方も、もし、お時間ございましたら、9月24日の土曜日、東京に出てきていただいて、我々のライブ、あとドイツのビッグバンドの、演奏、あとニューリスさんの演奏を楽しんでいただけたらと思います。詳細ホームページの方に、記載しておりますので、そちらの方も、ご覧ください。あともう一点、今年2度目の遠征がありまして、12月10日、土曜日、名古屋の、グッドンクールという、ライブハウスがあるんですが、そちらの方で、去年、こちらに出た、名古屋のアレキャッツビッグバンドさん、あと一昨年、ここに出ていただいた名古屋のレアサンズジャズオーケストラさん、こちらと、我々 DDT、 あと昨日の、終盤出演しました、私も乗ってましたけども MI のジョージビッグバンド、この4バンドのジョイントで、マダラオジャズイン名古屋と称しまして、盛大にライブをさせていただくことになっております。もし名古屋出身の方いらっしゃいましたら、実家に帰るついでなどに、あと名古屋在住の方いらっしゃいましたら、ぜひ、来ていただけたらと思います。ホームページに全部載っております。お願いします。はい、というわけで、時は経つの早いので最後の曲になってしまいました。最後の曲、多分今日やった曲の中でも、さっきのムーンライトセレナーデとともに、非常に有名な曲ではないかと思います。非常に、チャレンジングな感じになりますけれども、温かい目で見守っていただけたらななんて思っております。はい、チックコリアの、スペイン、こちらを、ビッグバンドアレンジでお届けしたいと思います。最後の曲ですので、スリスの方を先に紹介したいと思います。まず冒頭、オンギター初間大地、いや、オントロンボーン小川俊、オンテナサックス谷口和也、オンティンバーレス柿沼よしみ、あ、逆でしたね、失礼しました。オンボンゴ真下博隆、はい、そんな感じで、短い時間ではありましたけれども、ありがとうございました。また来年も、こちらマダラオにも戻ってくる予定ですし、ライブ活動を精力的にやってますので、また皆様とお目にかかれる日を、楽しみにしております。プロジェクトリーディレーション、ありがとうございました。Thank you.
役と BDT。 バンマスリーダー MC の中山さん、ちょっとお話をお願いします。いや、夏にはラテンが合いますね。しかもリオ、ブラジルでは今オリンピックの真っ最中。お疲れ様です。お疲れ様です。実行委員でもご苦労様ですが、彼、言ってみれば音楽監督の立場でですね、このマダラオジャーズ全部を目配りして仕切ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。衣装がアロハ。じゃあ質問させていただきます、はい、衣装アロハということで夏にぴったりだと思うんですけれども、先ほど12月に名古屋の方でやら、演奏されるとおっしゃってましたが、冬はアロハはどうされるんですかね。冬は基本着てないですね。着てない、着てないですね。マダラの時はアロハ、はい、それ以外の時は、自由の時が多いです。あ、そうなんですね。曲はラテンで、そうですね、はい、ラテンで夏はアロハっていう感じですね、はい、なるほど。ちょっとそこが気になって、司会陣ではちょっと気になっていたところだったので、はい、ちょっと聞いてみました、はい、以上ありがとうございました。さあ、ちょっとブース関係なので